やべえ、終わった。ブリジットあ、生きた。生きたけどもう一体の忍者が来るよ。終わったなこれ。やべやべ、急げ急げ急げ。あ、オネスティ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 。いや、まだ可能性はある。やり倒せ、よし、まだ可能性はあるぞ。こえー、おー、なんで、なんでちょっと回転した。うわ、これもう、大変や。えらいこっちゃや。急げ、オーラ当たるでしょ。オーラ当たるでしょ、よし。奇跡が起こった。よしよしよし、もう一人イザベラが来るよ。この前にどうもと乗ったら降りるのこれ。ここか、助かったな。先に九段を倒せとそういうことですか。ちょ、イザベラ、イザベラこれ全然届かない。イザベラ全然届かないちょ、イザベラ、イザベラどうする。一応ここおるか。次、次ハラルド、ハラルドを言うてすることないよね。こっちから回りかもしれない。メリンダが邪魔。サウザン急げ、サウザン急げ。うわ、次自分で回復してもらうか。無理だったジュリアン、そこだ。うわ、助かった、助かったけどこっちがやばい。スパークレベル差もまずいって。やべえ、いてえ。ブリジットはドレインでいけるぞ。やべら、あそこはグラシアのオーラレベル2で回復できるとして、とりあえず忍者倒すか。忍者はケイトで倒せる、倒せる。とりあえずこいつを倒す。助かった。焦った。よいしょ、ブリジットはヤシャドレインしつつ合流する感じにしようか。ドレイン助かったー。でも必殺を取れたらブリジットとか一発に持ってかれるんじゃない。そんな気してきたわ。よし、じゃあオネスティでこれ回収しちゃいましょう。大地のロッド、ロッドか。フリーズボール持ちすぎだから、フリーズボールいらんな。急げローリーで、グラシアで、グラシアのオーラレベル2で、どこや、どこ狙われたっけ。ロンフォート中心とかだったっけ。ロンフォート中心とかにしとくか。こうな。助かった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 。どうする、急いでクダン倒してヤシャンと合流する。で、ロンフォート、もう魔法怖いから、あいつの、あいつ本気だからさ。よし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 、狙えない。イザベラも距離取って、メリンダ、怖っ。あ、こっちは大丈夫でしょ。スパークが基本的に届かなくなって、どうする、どうする、この辺とかから狙ってくる。な、スパークがまずいぞ。でもよし、先にヤシャ倒せる。これ頑張れば先にヤシャ倒せると。頑張ろう。ヤシャに先動いてほしかったな。大丈夫か、大丈夫か。お、直接来た。技出るなよ、技出るなよ。死ね。出たわ、まずいんちゃう。うわー、しかも寝た。やべえよやべえよ。ジュリアに塞いでもらおう。こう、うっ、いいねいいね、素晴らしい。ケイト、ケイト、やれ、倒せ、倒せねえ。全然無理や。いやでもこのターンでなんとかなるんじゃない。なんとか倒せるんじゃない。ヤシャいけるんじゃないこれ。戦う、覚悟はよろしい。きたー、痛いやつ、思いっきり痛いやつ。しゃあ、おめくいの太刀、太刀まだ装備できる人いないよね。めっちゃアイテムだらけになっちゃったわ。フリーズボールとかいらんやろ。もういや、これも癒しの雫がいらねえわ。お、何？
夜叉ともあろうものが忍びの者以外に倒されるとは。うちに忍びはおらんからな、しょうがない。一の夜叉が城壁の戦いで敗れ、このドミネート様直属の二の夜叉が命を落とせば残る夜叉は一つ。三の夜叉、夜叉三人兄弟なんやな。死ぬ前にせめてドミネート様にメリンダ様のことだけでもお知らせし、前後の策を練っていただかねば。ここで行くんや、あいつが。なるほどな。それでボロボロのやつやから、オッケー。なんで最後顔面なかったんやろ。そればかりが気になります。余裕の勝利でしたな。ギリギリだったけど当たったぜ。ほらレベル1。いやもうこれレベル2とか無駄にかけちゃう。いやいいか、助かりました。接戦でしたな、本当に。ブリジットはどうする。イザベラのアンチ童貞とか狙ったぜ。プロフォンドがびっくりするぐらい活躍しねえな。来た来た、うわお前が来ちゃった。一番出てきちゃダメなやつか。自分がそこにおることで全員を邪魔するんやで、分かったのか。普段とか無駄に狙われることになる。狙われんかったな。どうする、どうする。とりあえずこいつから狙うか。よいしょ。普段のとどめをハラルドに刺させてあげたいな。親父の敵みたいな。これダメじゃん、届かねえわ。そこにイザベラに向こう合流してもらおう。メリンダはいいからもう。ミノタウロスか、かわいそうに。あ、落ちた落ちた。一瞬ついてわからんかったか。でかい、思ったより背がでかいぞあいつ。ジュリアンが小さいのか。怖えな、ランスやからな武器が。あいつらもう全員斧やからさ、下手に突っ込めないわ。テクロドンフォート、しょうがない、やっとくか。もうちょっと、あ、レベル上がった。ラッキーラッキー。蓋を開けてみれば結構余裕そうやな、この戦闘も。いや、ロッド装備できるやついないんだが。ロッド装備できるやついないんだが。カウンターしてもいいんやで、ジュリアン。カウンターしてもいいんやで。カウンターしてくれた方がありがたいんだけど、せんかったな。まあそんなもんや。イザベラが間に合わんな。とりあえずこいつ倒すか。さっきのターンでやってくれたかな。よいしょー、大助かりやな、ハラルド連れてきたおかげで。よっしゃ。ただあの肉体はどこにも行かせてないからね、あんなムキムキなのに。ミノタウロスがちょっとだけ詰めてきた。メリンダ来ちゃった。いけ、はあ、強っ。必殺技ぐらいのダメージあるんだな。あー、ブリジットどうする。ブリジット危ないんじゃない、あそこ。ミスったんじゃない私。あ、でもここで穴を開けることによって普段がジュリアンを狙うという、これはあるか。大いに考えられるですね、パターンは。メスティも難しいなぁ。さすがに一発じゃやら、間違った。ローリーもやられそうやな。ドンフォートもやられそうやろ。しかし出る？いや、この我慢だ。我慢の時。サポートかなんかかかったら別やけど、来た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 。テクロックスなら大丈夫でしょ。そして倒してくれるんじゃない？倒すんじゃないこれ。やるでしょ？いやいや、また乗ってた。70g とか81めっちゃ強い。テクロップス強いよね。ストームファングが強い。風属性もプラスされとるから余計にみたいなことなんやな。あとお前一人やと。あ、届かない。あ、スローガーで、スローガー。狙ったれ。これでどうだ。気持ち悪い。うねうねしとる。髪が長い。あ、かかった。防御力素早さ下げた。もうあとタコ殴りパターンや。こんなもんあとタコ殴りのパターン。狙えないね。あ、来た。うらい尽くしてくれる。思ったより声高え。あー、こっちもこっちも下げられた。あ、でもこれはサポートがダメだ。オーラ狙おう。オーラをこうかな。イザベラの経験値をレベル上げたい。経験値を稼いでレベル上げたい。メリンダがめっちゃ前線まで来るんだよな。よし、防御力下がってるからな。かわいそうにかわいそうに、あいつはもうおしまいだ。アタックとか狙えるじゃん。アタック誰にかける。プロフォンドにかけてあげたい。プロフォンドまで回ってくるかどうかわからんけども。回るかな。ジュリアンはナイフでいいんじゃないかな。
もうここまで来たら消化試合やな。余裕だわ。料理もすることないし。オネスティはスピアでも投げとけ。持ち物使うじゃない。装備武器装備パーン。プロフォンドまで回るか。ロンフォートもスピア投げとけ。スピアを戦う。パーン。避けられたってか普通に外した。わけわからん方向投げてるね。慣れてないんかな。しょうがないわ。あれか、配置きた。プロフォンド、どんだけ持ってきます。ダークサイドソードの必殺技じゃない。おお、微妙。強いけどなんかよくわからん。強いけどなんかよくわからん感じやった。あ、ハラルドでとどめを刺してあげたかったが。俺に任せろ。わ、どうなんですか。プラネットダンスが、うん、うん、次のターンのやつが一撃やな、ラストの。無理でしょ、無理でしょ。技出ろ、技出ろ。ダメか。惜しい。技出たら倒してたやん。じゃあケクロプスですな。あ、技出ない。はあ、普段めっちゃ弱かったな。ドラゴンラッシュ、最後の技かな。お、終わった。あ、ふわって倒れた。なあ、このブルザム様は、ブルザム様はこの私に無敵の体をお与えくだされたはずだ。これ式のことでは死ねぬ。死にそうやけどな。バカな力が抜けていく。まさか私が死ぬのか。ハラルド、グラシアとベセムの杖の力だ。負の力が弱められているためだ。グラシア何もしてないけどな。離れなければグラシアから。囲まれとるから無理やて。え、逃げるの。ああ、ダメなんや。だ、ダメだ。ブルダム様、力をこの九段に力を。アビシー。またアベシやん。準備しとけよな、アベシ以外のやつ。あ、ハラルド。あ、降りとる。父上は、あんなやつに。心も体も蝕まれたんやな。ブルザムは思った以上に恐ろしい。あんな風にして、人の中にまで、肉の目みたいなのを植え付けたんやな。だから倒さなければならないのです。我々の遠征もそのためなのです。そうじゃ。やっしゃじゃぞ、ジュリアン。あのまま放置してはおけぬであろう。せやな。追っ手を出そう、追っ手を。そうは言ったものの、やっしゃ、どうすればいいじゃろうの。私にお任せください、ブレスビー様。出た。え、離脱すんの。いろいろ持ち物持ってるよ。大地のロッドとか持ってるんすけど。おお、お主、お主がいた。お主なら空からやっしゃの後を追い、やつに追いつけるかもしれぬな。いやいやいや、太刀とか持ってるんすけど。一回預けてください。このことはレリアンス将軍が仕掛け、私も関わったことでもあるのです。最後まで決着をつけたく思います。そうやな、ありがたいけど上下に揺れすぎじゃない。あ、大地のロッドと骨食いの太刀を預けてってください。やられた。マイカ装備できるやつおらんし。ジュリアン、先に私もアスピアに向かわせてくれぬか。え、マジで言うてんの。オネスティは帝国のものだからな。現在のアスピアの危機的状況にあって、どんな疑念を招くとも限らぬであろう。ああ、え、行くんや。帝国以外の私がアスピアに早掛けすれば、何かの際には誤解を解くこともできるぞ。なあ、頼む、私はアスピアに任せよう。ドンホートがそこまで言うなら、ドンホートの足でアスピアに先乗りさせ、時間を稼いでもらっておく手はあるぞ。私も賛成じゃ、行かせるがよかろう。ドンホートも離脱するの。わあ、もう結構みんな乗り気やん。まあでもね、ドンホート様どうか私も連れて行ってください。お前も行きますの。アスピアの父上やメディオン兄様、二人に恐ろしいことをやめさせるためには誰かが先に行った方がいいでしょう。結構行きますやん、みんな。メリンダも連れてってどうすんなら。私が行けば、私に優しい父上のこときっと聞き届けていただけると思うんです。もし届けていただけなくとも、いただけなくとも、
メリンダも連れててください。我々がメリンダ様をお連れする間、それこそ貴重な時間を稼いでもらえる。うむ、イザベラ様にも言っていただこう。メリンダも連れてってくださいよ。ドンホートの背中に乗せてから。ナモ、お前乗るんかいな。マジかいな。さあジュリアン、我々も急ぐんじゃ。アスピアまではあとわずかじゃぞ。やりおった、あいつやりおったわ。うちの軍がどんどん大変になってくんだが、もう、戦車壊れた後や。もう目の前やからな。じゃあもうメリンダはここでお別れみたいなとこやな。ここがアスピニア首都アスピア。わかりづらいな。あの縄文は20年前の独立戦争で帝国軍を苦しめた難攻不落の縄文。これこそアスピアに違いありませんな。大いなる邪悪なる者との戦い、アスピアで起きていたようですね。負の力です。それも大きな。誰がおるんやろう。もう巨人戦士とか倒したんやけど。しかし負の力を放つ者はいないようだ。メリオン殿かシンビウス殿か、それを倒したのでしょうか。ああ、そういうことか。グラビーも倒したしな。さあ先に行ってみましょう。大丈夫や、目の前やから。軍から離脱したとは言ってもすぐまた戻ってくるさ。ドンホートもオネスティも。ああ懐かしい。ここはティラニーがすげえ残念だったところやな。びっくりするぐらい弱かったよね、ティラニーもヤシャも。お、生々しい戦いの後じゃ。しかも戦闘があってから間もないようじゃぞ。ついさっきやな、炎とかまだ残っとるからな。そしてこれが難攻不落を誇った古代建造物アスピア城門の最後じゃ。うわ、生き残り。だがこれだけ立派な城門をどうやって壊したんじゃろうね。後ろに戦車あったやん、なんとなくわかるでしょうか。グラビー殿が修復したという古代戦車の訪問で爆破されたのです。それしか考えられませんよ。軍師でしょう。軍、あ、なるほど、そうですな。きっとそうに違いありませんじゃ。お前は何年軍師をやってきたの。お前はさっきの巨大な兵器のスクラップはその古代戦車だったのじゃな。この城門を壊せるほどの戦車と戦ってメディオン軍は勝利したなんて、メディオン軍の力を思い知りますね。そうやな、メディオンクソ強いからな。そんな強力なメディオン軍がシンビアス軍と戦うことになったら、アスピニアは、世界は、まあ、メディオン軍が勝つけどな。その状態やったらレベル差的な意味で。そこら一帯に争った兵士たちが、これ以上殺し合いはたくさんですわ。あの子たち戦い合う前にメリンダを届けよう。両軍はどんなことがあっても戦わせてはなりませんよ。ジュリアン、行きましょう、アスピア城に。お前にかかっとるんやぞ。高橋も言うてたからな。医者派カットだっけ。あ、出た、いつもの。そして、あ、懐かしい、これがかのアスピア城。グランタック、すげえ久々やな。あー、待て待てー、モブでしょ。